俺の育った町は広島、東京、半々なんですけど、16で来ました、こっちに。きっかけは俺サッカーやってて行った高校が MSC とかの行ってた高校なんで、スポーツ推薦でそこに入っただけっす。気づいたらサッカーじゃなくてラッパーやってました。あんまり感覚的になんかダサいのが流行ってるようになってる気はするから、だからなんか昔っぽくっていうのはなんなんすけど、なんか言葉に重みがないから、それは結果で示さないと何とも言えないかなっていうのがリアルな話か、なんか自分の中で。だから勝っても負けてもって話なんですけど、負け犬遠吠えになろうと出ようかなって思ってるのが自分の気持ちですから。その18、19ぐらいで本当新宿の先輩たちがいて、とりあえずオープンマイクから始めたんで、なんか曲とかって作れてなくて、でもその中でフリースタイルで曲に聞かせるようなラップをかませっていうだけだったんで、でも最近でもラップ深く学んでます。いや、そこでかませば目立てるっていう、あと賞金が受け取れるっていう話ですかね。神奈川の人の代表じゃないけど、俺は割と見るべき神奈川の人だと思ってます。なぜならば他の神奈川のラッパーよりブリッジでよく会うのは DDS とポニーとブルベだから。さあ、それでは表彰状やりましょうよ。エンターのステージボリューム5、優勝はもちろん5名のブルベ、あなたはキングオブキングス2018グランドチャンピオンシップファイナル出場権を勝ち取りました。これが本日の横川代表、マルベルベ、おめでとうございます。大きな拍手や。やれてよかったぜブルベ。やばい、今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。レッツゴー遊ぼうぜ。だから横浜はこんなもんじゃないから、俺は代表してエンターのステージかまします。堂々ともう言ってもらうぜ。2018年ムルベは決勝で負けることめちゃめちゃ多かったけど、ついにこのチャンピオン行っちゃった。マジでエンターのステージ、いやマジグアッタプロップス、逆に泣きそうだったと思って。俺がよかった、本当負けたけど、なんか負けたけど勝ったムルベに泣きそうになった。あの時みんなバチバチあったんで、誰が一番ヤバいのか、誰が殺し合うのかみたいな。今最近それがないんで、俺たちそれ今でもあるんで。曲もフリースタイルもヤバくて当たり前でしょみたいな。今はそうじゃないから、フリースタイルヤバくても曲ヤバくなかったらヤバくないっしょみたいな。だから俺はここでマイクを取る。エンターだって誰がジャンプ、俺が生き残る、俺がジャンプ。歯止めが効かねえ遊び OK、 半端も不良に全科もカモン、俺ら覚えとけ、ステージは無差別テロで OK。 あんまり分かんないですね。バトルで頑張ってる印象があります。ベース君一緒に曲やってるんで、ラップは間違いないと思ってます。
あのデスボイスで殺しに来てると思うんで、負けないように行こうと思います。シーママイメンビクシャラツ0798プランシポイルライム、来年アルバム出すらしいから、それ上回る勢いで俺もかましに行きます。はい、リーデスケいなかったら俺今日ここにいないから、あとはラップで当日会えれば最高っす。リスペクト Any and for sure。 全然知らないっす、あんま分かんないっす、さすが。いや、なんかいつも通りだったんですけど、でもあの俺のスプレーの下りはイエメーみたいになって、いや、マスターピース2秒で出来上がる、またお前の上をバブしてやるぜ、これがラッパーの生き方、グラフィティヒップホップラップのやり方。決勝やれてよかったんで、俺も滑り込んでよかったっす、またやりましょう。ガードマン、すいません、あんまり分かんないっす、聞いたこともあんまないかもしれないです。サンさんあんま同じくわかんないです。よろしくっす。ヨフ君多分ラップも強いし音源もやばいと思うんで、会えたらよろしくっす。サイモン君結構バチバチだと思うんで、俺もバチバチ聞けたらよろしくっす。ワニュー、うるさい話、2013年負けてるんでリベンジしに行くぜ。はい、ちひろくん、ビクシャラトゥープライドモンスターファミリア福岡は間違いないから、でも俺もかましに行くから背負っていきます。あざっす。ハーニーくんでひふみやの、ひふみややばいからさっき言ったけど、シーマー、ヒダディ、みんなやばいから、ウィーリーウォンカーチェックして遊びに来な。はい、ポニー君前面だから、だからみんな揃ったから2019ぶちかましに行くせ。イエーイ、キングオブキングス2018から19、誰が豚の丸焼き、俺は食い散らかします、今日はクリスマスイブ、誰がいる、アマ M ULBE Enter the stage Who got the props、 俺がゲトリに行くせ、ポッキョー軟弱さん、めー